皆さんこんにちは、こんばんは。今日はね、これじっちゃんが車中泊者にさ載せてるケースだよ。ケースいろんなものをね入れてる。これをさ2つ載せてるんだけど、やっぱりさ中にいらないものがね、いらないっていうかさ、ダブってるやつとかさあると思うんだよ。だからこれをさ今日はちょっとね整理してみようかなと思ってね、こう分けてさ、これに入れなくてもいいやつもね入ってると思うんだよね。これこういう、これなんだ、これ寝袋、どっか上にさ、こっちの上に乗せられると思うんだけどな、どっかここにさ入れられると思うんだけどね、この上に。これだとかさ、寝袋ね、じっちゃんほとんど使わないんだよね、布団。これはなんだ、あ、これはハンモックだね、ハンモックとかさ、こういろいろこれに入れなくてもいいようなものがね入ってると思うんだよね。どうしようかな、分けるかな、分けてね、いろいろと。炊飯道具はこっちに入れるとかさ、でも炊飯道具ってほとんど炊飯道具なんだよね。コーヒーを沸かすやつとかね、こういうやつとかさ、これはガスか、入ってるね。これはあれだよね、コーヒーのドリッパーだよね。茶碗に、これは皿と布巾でさ、2セット入れてるんだよね、茶碗なんかもね。友達とさ合流とかした時にさ、これランタンか、合流した時にさ、その友達の分も使えるようにって思って入れてるんだけど、よくよく考えたらさ、あ、ここにこういらないか、これなんかはね、よくよく考えたら友達のさ分は友達持ってるわけだよ。だから一人分でもいいのかなってね思うんだけどね。これももうあれだな、いらないな、誰かにやるか。いらないやつはもうひとまとめにしとこう、ひとまとめにね。これはガスだからいる。こういうカップもさ、なんか知らんけどいっぱい載ってるんだよね、マグカップとかさ。どうしたもんかな、紙皿と皿、これも2人分入ってるんだよな、皿もね。あ、これは醤油だ、醤油は確かこっちにも入れてたと思うんだよね。洗剤にこれなんだ、ガスだね。あ、これはキッチンペーパーにスポンジだね、洗うスポンジ、これにまとめて入れとく。スポンジと洗剤と、これは洗う道具、洗う道具だね。これは皿だよね、皿とかお皿とか茶碗とかさ。コーヒードリッパーはでも使ったらさあれだもんね、洗わないといけないからさ、このコーヒーのあれと一緒にこっちに入れとくか。これもね、一杯分しかできないからさ、これ失敗したんだよね、買うときにね。皆さんもね、買われるときは大きめののを買ってください。これ一杯しかさ沸かせないんで、まあ一杯沸かせたらいいっていう人はこれで構わないんだけど、じっちゃん結構飲むんでさ、コーヒーなんかも2杯ぐらい平気で飲んじゃうんで、これじゃねえ、ちっちゃいんだよね。これは茶碗とお皿、これもね、これももういらない、いらないっていうか、あれしよう、友達にやるかな。友達がね、今日も今朝も電話来て、キャンプ行きたいんだけどって言うからさ、これとこれとこれは友達にやるか。こっちは料理関係、炊飯関係を入れとくかな。たらこっちをさ、これをこれは 何入れてた、これは工具だよな、工具を入れてた、ペンチだとかさ、そういうやつを入れてるやつだね。こっちがね、いろいろ入ってるんだよね。こっちはね、コンロだとかさ、扇風機だとかさ、スープだとか、こういうのはこっちに移して、これなんだ、これはこっちだな、これとこっちにやっとくか。計量カップもこっち、クッカーが入ってるんだよね、こっちにね。あ、これもあれだね、コンロ関係はこっちに入れとくか。クッカー、これね、クッカー買ったまま使ってないんだよね。ほらね、これにね、ほら入ってるんだよ、お湯沸かすのはね。全然
これ使ってないけど、使ってないけどさ、これをだからこれを有効に使わないといけない。あれ？こっちのクッカーを使って、これを使ってさ、これは友達にやろう。入れてたらまた忘れるから出しとこう。これはコーヒーとスープ。こっちにクッカーを入れて、一応醤油は入れとくか。これはコンロだよね。コンロ関係だな。コンロ関係は後ろでいい。思ったより重なってないね。扇風機はね、もう今から先さ、あったかくなるから、ゴミ袋だとかさ、そういうの入ってるね。入ってるから、こっちにやって、これはガス関係だから、こっちにやって、思ったよりは重なってないね。ガス関係は後ろにのしとこう。こんなもんだよね。でも結局あれだね、いらないもんって言ったらポットとドリッパーのこれだけだね。結局はこれだけか。いらないのは、いらないのはこれだけだね。これ上を片付けないとどうしようもないのか。とりあえずもうこれに入れとこう。これは、あ、これはあれだね、カーテンの残り。これはカーテンの残り、前の方のカーテン、前の方のカーテン、これを入れとくか。こんなもんか。結局いらないのは、いらないのはこれとこれだけか。これだけか。こんなもんだね。あとさ、焚き火台とかそういうのはあるんだけど、まあだけどそういうのはね、やっぱり車中泊の時はさ、いらないけど、焚き火台はやっぱりのしときたいよね。キャンプになった時にさ、キャンプ場とかさ、火が焚けるとこはやっぱり火を焚きたいもんね、やっぱりね。こんなもんか。こんなもんだね。結局ダブっていらないっていうのはこんなもんか。あとカップが、カップがあったね。カップが、まあでもカップぐらいはね、2つや3つはのしときたいよね。友達と合流した時にね、お茶とかさ飲むのにさ、前にもちょっと乗ってるんだけど、これは別段、焚き火台と椅子だから関係ないか。整理しようかなと思ったけど、整理するだけなかったね。あ、ガムテープが出てきたの。ガムテープ、ガムテープは1個ぐらいはのしといた方がいいから、これは前のダッシュボードかなんかに入れとくかな。でね、こんなしてね、たまにね見ないと何が乗ってたかっていうのもね、分かんなくなっちゃうんだよね。まあいい機会だからねと思ったんだけど、結局はこの2つだけだね。処分するのはこの2つだけか。あとはないよね。あとはないよな。処分する、あと炊飯器とかそんなのかね、もうあれだよね、のしとかないとね。まあガスでご飯を炊けばいいけど、ガスでご飯炊くのめんどくさい時にさ、もう炊飯器で炊いた方が楽な時もあるしね。ゆっくりしてる時はさ、ガスで炊いてもいいんだけどさ、まあ炊飯器はどうしてもね、ギリギリっていうかさ、途中でいい場所が夕方とか見つかって、もう薄暗くなってね、あ、ここで車中泊しようとか思った時に、炊飯器の方がね、ご飯炊きやすいんだよね。もうどうだこうだせんでもいいからね。ということでね、まあ結局はこんなもんか。結局はこうだよね。そんなにダブってるものもなかった。まあということでね、ちょっと車の中のさ、箱の中を整理してみようかなって思ったんだけど、結局あれだね、結局そう、ダブったものとかさ、いらないものはなかったね。2つだけだった。もうね、あったかくなってくるからさ、布団ももう下ろそうかな。もうあれだよね、毛布1枚。電話だ。電話が来ちゃった。電話が来ちゃった。布団はもうそろそろ下ろさないとダメだね。あ、袋
袋がそのままだった。これな、買い物した時に入れようと思ってね、買ってた袋だね。ということでね、今回は車中泊者の道具入れの中をね、整理しようと思って開けてみたけど、結局そんなダブってるものとかね、必要ないものっていうのは入ってませんでした。以上、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。